ピッチャーだと思うんで、ええ、この横の揺さぶりと縦とね、横の揺さぶり、しかしこれ強振、柳田2打席連続のタイムリーヒット、1人生還勝ち越し、ファーストランナーはサードへ、柳田のバット触れています。4対3。松井さん、今の勝負どうご覧になりました、ね、ちょっとインコース多分ボールからストライクにね、入れるようなボールを投げたかったんでしょうけど、ちょっと甘く入りましたね。そこをしっかりともらいましたね。あ、青木さんが言っていたあの左バッターへのツーシーム系ですよね。そうですね、まあ、少し中に入ってしまったんですけど、まあ、でも、本当に柳田もね、本当にこうよく打ったと思います。